はい、それではムー選手の予備予選からスタートします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはムーロングマクラー。こっちも連続2ラップじゃなくて合計2ラップでいきます。ムー選手は1周8秒640が半時計のベストです。ポンダ OK です。それではマーシャルお願いします。プラクティス終了で、それではムー選手スタートします。1分間です。レースを開始します。ムーロングマクラースタート。さあ、1周のコースレコードは桑原選手が持っています。8秒491。本日最速ウーロングマクラー 10.598 秒。30秒。9秒3。2ラップ合計が18秒40。9秒2。さあ、もう1周できそう。この周も9秒2。ベストは9秒0。9秒2。これが最終周。レース終了です。マシンを回収してください。8秒30。さあ、続けて初田選手、多田選手、桑原選手と続いていきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはハッターアイドキュアゴールド。はい、ポンダー OK です。準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。はい、それでは行きます。レースを開始します。ハッターアイドキュアゴールドスタート。さあ、まず1周目は8秒89。さあ、2周目は10秒台でした。3周目が8秒72。合計タイムがトップで立ちます。17秒61。8秒8。トップタイム更新してきた。10秒フラット。もう1周できます。これが最終周。ここでレース終了です。マシンを回収してください。17秒57。さあ、3人目多田選手。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはただはい、ポンダ OK です。準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。はい、スタートします。レースを開始します。
ただスタート。これはコースレコードです。2周目8秒6トップタイム17秒118秒59再びトップタイム更新。8秒9さあ多田選手1周目にコースレコード8秒98秒471をマークしています。8秒57、8秒6、さあもう一周できるか。レース終了です。マシンを回収してください。8秒5でトップタイム17秒03。さあ最終ドライバー桑原選手です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはクワフォード GT。 はい、 OK です。準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。はい、それではスタートします。レースを開始します。クワフォード GT スタート。選手の後ろで3番手。足を9を並べてくる3番手。足を713番手。2周走ったあと 0.1 秒。足を7を並べてくる。これが最終周2番手に上がってきました。レース終了です。マシンを回収してください。2番手です。予選は、1組目が初田選手とムー選手、2組目は多田選手、桑原選手でやっていきます。
どうぞ。よし。来い、来い。やばい、やばい。あれ？あ、来た。危ない。危ない、危ない、危ない。危ない、危ない、危ない、危ない。はい、それではそろそろ時間になります。初田選手とムー選手の予選1回目。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはハッターアイドキュアゴールドムーロングマクラー。持っています。21周5秒。これが現在のコースレコード。ムー選手は19周0秒。ハッター選手は21周5秒。コースレコードですね。ガチ自己ベストです。予選1回目の結果で2回目は組み替えを行います。はい、今度は2人とも OK です。準備ができたらプラクティス終了です。はい、並べてあげてください。前が初田さん、後ろがムー選手。ランダムスタートじゃないんだっけ。はい、それではスタートします。3分間です。レースを開始します。はい、OK です。さあ、まずは畑選手が9秒1、ムー選手が9秒7。8秒9、ムー選手もフラット、9秒フラット。ハッター選手は8秒89。8秒890、ハッター選手。さあ、トップ初田選手、ムー選手が2秒1後方。8秒813。1分。さあ、2番手走るムー選手は自己ベストペースで20分乗ってできそう。初田選手が8秒806。さあ、トップのマシンが11周目に入ったところで折り返しの1分30秒。2番手ムー選手が4秒6後方、自己ベストペースです。さあ、ハッター選手が8秒762。
自身が持つコースレコードから2秒落ちぐらいのペース。はい、ありがとうございます。サムー選手をラップしたトップのマシーン15周目に入っています。残り50秒。残りが間もなく40秒。トップのマシーンが17周目に入っていく。残り20秒。19周目。ゴール予想は21です。さあ20周目に入っていくトップのマシーン、残りが5秒。さあトップが最終周に入っていきます。大時計ここで3分。ムーロングマクラーゴール、レース終了です。マシンを回収してください。ムー選手が19周3秒。さあ2組目は多田選手と桑原選手です。多田選手が21周7秒がこれまでのベスト、桑原選手が20周0秒がこれまでのプラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはただクワフォード GT。 はい、タダさん OK。 はい、ポンダー2台とも OK です。プラクティス終了です。はい、それでは準備ができたらスタートします。はい、前が多田選手、後ろ桑原選手です。やりそうだな、違う、今ね、ごめん、わざとじゃないんだよ、行き過ぎちゃって。それでは2組目3分間スタートします。レースを開始します。はい、OK です。さあまず1周目、多田選手が8秒7、桑原選手が9秒6。さあ多田選手が8秒64、さあ今週多田選手ミスったが9秒4、桑原選手はここでベスト9秒32、トップ争いは3秒3、8秒56、多田選手、桑原選手は9秒04。さあ桑原選手もここ5周目で8秒台、8秒86。桑原選手がベストを並べる8秒85、トップ争いは4秒4の差。さあ桑原選手もベスト8秒69。桑原選手は総合順位初田選手と2番手争いしています。ここで多田選手が8秒567。さあそして多田選手1回ミスあったもののコースレコードペースまでペースを上げている。折り返しです。12周目。桑原選手も自己ベストに近いペースまで上げてきている。タイム安定してきている。
さあ、ここで桑原選手はベスト8秒65。原選手は15周目に入っています。ゴール予想は21周。残り50秒。さあ、原選手8秒544。このヒートのベストタイム。ここで桑原選手がミス、その横を原選手が乗っていく。さあ、残り間もなく30秒。さあ、残り20秒。桑原選手、もうワンミスあると最下位の可能性もある。残り間もなく10秒、多田選手20周目入ってる。ちょっとミス、21周にはまず乗っけてきました。あと何度で帰ってくるか、現在のレコード、ハスタ選手の21周5秒、ここで3分。ただゴール。ゴール。レース終了です。マシンを回収してください。21周3秒、桑原選手20周6秒、総合、桑原選手3番手。さあ、組み替えを行われます。予選2回目は桑原選手、ムー選手、これ1組目で、多田選手と初田選手2組目です。からでも大丈夫ですか？大丈夫？はい。じゃあ5時10分から予選2回目スタートします。
ちょっといじって大丈夫ですか。誰か来ました。うん、来てない。あ、ちょ、今ピンポンって言いました。え、ほんと？なんか今ピンポンって言いました。シフォやばい、やばい、やばい、あ、そうなんだ、はい、それでは時間になりましたので、桑原選手とムー選手の予選2回目です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはクワフォード GT、 ムーロングマクラー。OK です。準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。これはね、矢野さん、そうそうそう、決勝に向け、はい、じゃあ並べてください。桑原選手、ムー選手の順。さあ、トップは多田選手21周3秒、初田選手が7秒、桑原選手が20周の6秒、ムー選手が19周3秒。はい、それではスタートします。3分間です。レースを開始します。はい、OK です。さあ、1周目、桑原選手、ムー選手が0秒7後方。ムー選手9秒34ベスト。さあ、桑原選手が全部8秒台で走ってくる、8秒82がベストです。自己ベストペース21周です。8秒73。さあ、このまま行くと初田選手の記録を抜いていきそう。現在6周目に入ったところ、トップのマシーン7周目に入ります。この周も8秒台。さあ、桑原選手が8周目に入ったところ、1分経過。桑原選手が10周目に入ります。総合2番手ペース。ムー選手はここでベスト9秒11。桑原選手もここでベストを持ってきた8秒66。はい、ありがとうございます。
さあ、初田選手が21周7秒でゴールしています。桑原選手は6秒と予想されている。折り返しを過ぎています。13周目から14周目に入るところ、予選2回目。残りが50秒。桑原選手が16周目に入ってくる。残りが5周という予想。さあ、ムー選手も予選1回目の記録は超えてきそうです。残りが30秒。トップが18周目から19周目に入ります。未だに総合2番手ペース守っています。さあ、オード圏残り10秒。現在トップは20周目。もう1周できる。残り5秒。さあ、あとは何秒で帰ってくるか。温度計ここで3分。ムーロングマクラーゴール。予選1回目のタイム更新しました。19周2秒。レース終了です。マシンを回収してください。さあ、6秒6。さあ、予選の2組目、多田選手と八田選手。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはただ八田アイドキュアゴールド、かわされて現在総合3番手。はい、多田選手 OK です。滑ってる？はい、2台とも今度は OK です。準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。はい、それでは並べてあげてください。多田選手が前、後ろが初田選手。はい、それでは予選の最終ヒートスタートします。3分間レースを開始します。はい、OK です。さあ、1周目は多田選手が8秒8、八田選手が9秒2。
原選手が8秒6、初田選手が9秒フラット。8秒62、初田選手も8秒62。原選手が8秒61、トップ争いで1秒2の差。さあレースは7周目に入っていきます。初田選手が1秒5後方、原選手8秒60、さあ初田選手予選1回目の自身のタイムは更新しそうだが、桑原選手にあと少し。原選手が10周目から11周目に入ってきます。予選1回目のタイムを超えてくるという予想。初田選手は今この周で桑原選手のタイムを抜いてくるペースと予想される。原選手8秒53、桑原選手は、21周6秒でゴールしていますが、初田選手も同じく6秒でゴールしてくるという予想。一方、多田選手は自身のコースレコードを1秒ほど更新してきそう。初田選手が2秒9後方です。残り50秒。17周目に入っています、トップのマシン。初田選手も同一周回、3秒45の差。さあ初田選手もタイムまとまってきている。桑原選手のゴールタイム1秒ほど更新するという予想に変わっています。残りが15秒、トップが20周目、初田選手も20周目、2人とも21周です。残りが5秒、多田選手が21周入っています。初田選手もこれが最終周、ただゴール、多田選手ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。2番手、そして多田選手が再びコースレコードを更新、21周1秒4、1秒4。はい、決勝は全員決勝です。じゃあ30分からスタートします。30分から、
全部1、バックタイミング、どうしようかね、これどう言えばいいですかね、モーター自定数1、うん、カーブコントロール、これいいや、これとこれ1、最高回転数ロー、うん、じゃあロー、あ、そのそこもやるんだ、はい、ロープラス自定数カーブ軌道全部1、全部1、ただこれ一回さ後でモミレンスしてから検討してみようかな、うん、なとりあえずそれにしてみます、うんうん、どうだろう、なんかこう全部1にすると逆にギクシャクすることもないかな、やってみないと分かんない、今までそこはね、全然縛りがなかったから、はい、縛りに縛りまくってやる、逆ですよね、そうだね、何でもとね、うん、うん、そうだね、また何か変えるの、そう、新しいクラス、何でもありのクラスと今言ったちょっと縛りがあるクラス、エコロク何でもあり、そう、エコロクで何でもありか、今までワイドエキスパートに近い感じでもね、違うんですよ、IJS はローだし、モーターは赤です、あの青ですか、青で、うん、ワイドでもいいんでしょ、ワイドでも、うん、ナローでも、AWD でも、FF でもいい、これは AWD でも、FF でも、うん、ワールさんのアイデアね、うん、AWD か、これ AWD 来るかもしれない、マスターさんとかGLA はさすがになしてるね、そう、ミーツシェシャーシャー、GL のレースってどうと思います、うん、まだまだ無理だと思います、うちの普段来る人は多分出ないでしょ、あ、どっちかって来ない人がやってるんだよ ね、 今ね、山田さんとかね、ここでも走ってるでしょ、やってるやってる、金曜日の夜、うん、スポンジだよ、スポンジなんか7秒6とかでシャキシャキ、うん、もう12秒動きが激しいんじゃないかぐらい、GLR ばっかになっちゃった、うちは A、R の方ですね、うん、A はもう しばらく作らないんですか、なんかね、多分バージョン2とか出すんだと思います、ね、あ、頭に見せたの、あ、僕じゃないんじゃないですか、誰が変態腰、誰が変態腰、はい、そうです、
はい、それでは時間になりましたので決勝レース始めていきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはただハッターアイドキュアゴールドクワフォード GT ムーロングマクラー。さあ決勝は6分間です。初田選手は41周8秒、これがコースレコード。多田選手が40周3秒、桑原選手40周1秒、ムー選手が38周9秒がベストです。はい、桑原選手 OK。 多田選手 OK。 ムー選手も OK です。桑原選手 OK。はい、全車ポンダー OK です。準備ができたらプラクティス終了です。はい、それでは並べましょう。1番前が多田さん、2番目初田さん、3番目桑原さん、4番目がムー選手です。はい、それではエキスパートクラスの最終戦、6分間 A メイン決勝レーススタートします。レースを開始します。トップタイムは8秒8目台、1目から8秒台。多田選手が8秒73、まだ8秒台出しているのは多田選手だけ。桑原選手が転倒、ムー選手が3番手に上がってくる。トップ争いは多田、初田、これが0秒7。初田選手がこのヒートのベストタイム8秒73でのマーク。さあ、ムー選手がここでベスト9秒2、桑原選手が8秒8ベスト。桑原選手がムー選手かわした模様で再び3番手ですね。桑原選手は前まで4秒2、多田選手8秒71ベスト。さあ、トップ2台、ただ初田はコースレコードペースです。多田選手8秒52。ムー選手の後ろから取ってきます。ありがとうございます、難しいところ。さあ、桑原選手が8秒7、初田選手まで4秒1。1分30秒、決勝レースは6分間です。多田選手が12周目、初田選手が今同一周回1秒9秒差。桑原選手8秒6、ムー選手前の周9秒1ベストです。2分経過。さあ、依然としてトップ2台、多田初田はコースレコードペース。さあ、ムー選手が9秒12ベストを更新しています。さあ、レースは16周目に入っていく。さあ、3番手桑原選手の後ろから徐々に多田選手が迫ってくるというところ。2番手初田選手は2秒9の差をつけられている。ただコースレコードペースです、この2台。さあ、ここでベストはムー選手9秒026。さあ、間もなく折り返しの3分を迎えるところ、トップ2台が20周目に入っています。さあ、桑原選手、初田選手まで3秒6、徐々に差を詰めてきている3番手桑原選手、折り返しです。
さあ再びやっちゃうんですね。桑原選手の後ろからトップが来る。ありがとうございます。これで3番手までラップ、トップのマシーン。3分30秒。さあこれで同時中間で争っているのは初田選手と桑原選手の2番手争い。その差が3秒8。さあこれベストは初田選手8秒700。さあ4分経過、残り2分です。伊豆いまだに多田選手、初田選手はコースレコードペースを守っています。さあトップ多田選手が31周目に入っていく。32周目に今入ります。さあ多田選手なんと42周ペース、あと19周です。ハッサ選手が41周5秒ペース、自身の持つコースレコードを3秒上回るタイムだが、多田選手42位乗っけてくるという予想。さあ大時計まもなく5分になります。残り1分。さあ残り50�秒。さあ多田選手は2番手、勝田選手の後ろまで来てる。勝田選手もコースレコードペースであるが、さあ大時計が残り30秒になります。トップのマシンが39周目に入っている。残り20秒、40周目、ありがとうございます。これで全車ラップトップのマシン、42周ペース、41周に入る。残り10秒、残り5秒。さあ入ってきました。これもコースレコード確定です。ここで6分。ムーロングマクラーゴール、ただゴール、ハッタアイドキュアゴールドゴール、レース終了です。マシンを回収してください。コースレコードを塗り替えて多田選手が総合優勝です。42周5秒、初田選手が40周6秒、桑原選手が40周8秒、ムー選手38周3秒。はい、多田選手以外でじゃんけんします。クーラーで最初はグー、じゃんけんぽ、勝った人いない、いないです。もう一回、最初はグー、じゃんけんぽ、おお最初はグー、じゃんけんぽ、パンと最初はグー、じゃんけんぽ、おお5番って書いてあるんだけど、なぜか中に4が入ってる。5番なのに4枚。ここです。
今回はちょっとボディ上げてマウント下げて、はい、ありがとうございます。どんな感じでやる？プロダクションのファイナリストがですね、6時じゃないですか。ああ、そういうこと？誰か来るんだ。一人。了解了解。あ、来るんだ。来る。本当に来るんだ。いや、安田さん。あ、ど、誰できます？高いよ。え、もしかしたら安田さんが来るなら高いよ。意味が分からない。分かんない。意味が分からない。安田さんが来るから。ちょっとデッキに行ってみたら混乱してくれた方が面白かったです。